はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。カワイロ US80 が届きました。この当時ですね、もう、ピアノが一番売れてた時代で、カワイはものすごいたくさんのモデル機種を出してたんですが、この当時ですね、 US でいうと、KS かな、 KS2F、3F、5F、1F、ね、この KS シリーズが5機種、そして US シリーズっていうあのグランド譜面台のものだけでも4種類出してたんですよ。US50、60、70、違うわ、70、80か、90かな、あ、そうや、US50、60、80、90ですねを出してたんですが、これ上から2番目のモデルだったと思いますね、確かね、一番上やったかな、とにかくあの、まあ、うなぎで言うとね、波と上と特上と何かな、スーパー特上かな4種類とにかく出てたんですが、その一番上の方のモデルになります。めったに入ってきません、中古では。だいたい中古で入ってくるのは US60 か、まあ、その次に60がちょろっと入るぐらいですね。残り US80 ですから、これはちょっとあの狙い目だと思いますね。あの何が違うっていうと、やっぱり材料も違うし設計も違うし、まあ、あのいろんなところで違うんですね。何が違うって、まあ、昔のカタログ見たら分かるんですが、こちらになりますね。もう説明はいいからもう早く見たいということですが、こういうデザインです。ものすごく重厚感のあるですね、ヤマハの木目でいうと W201 みたいな高級モデルになりますね。すごいこういうところにちょっとこうね、デザインが入ったり、ここにデザイン入ってたりとか、足のところも飾る。あ、えらい綺麗ですね、ペダル。なんでピカピカ、まだ届いたばっかりで手入れてないんですが、なんでこんな綺麗やろね。後ろの支柱は6本ですね、6本支柱になりますね。こういう感じです。はい、こういうところも、まあ、さりげなくこういう高級感がね見えるような US の中でも高級モデルですね。 US80、14、あ、これ一番いいやつかも。アグラフついてる。 US シリーズでアグラフついてますね、これ。あのグランドピアノの部品ね、14122、見えない、暗くて22なんとかですね。まあ皆さん見てください、もうね、皆さんに見てもらおう。はい、こういう状態ですが、まあ本当にいいピアノですね。はい、で、ちょっとね、音、あ、傷の状態もちょっと見てみますね。綺麗ですね、めっちゃ綺麗なんですが、なんでこんな綺麗なんやろ。調律は平成16年までずっとしてありますね。綺麗ですね。なんでこんなペダル綺麗なんやろ。錆びてないですね。カバーかなんかつけてはったか、だいたいねこの辺の年代になるとあの錆が出てくるもんなんですが、あの河合の場合はペダルメッキなんですね。ちょっと磨きが難しいんですが、ヤマハの方が簡単に磨けるんですが、ちょっと音聞いてもらいますね。どんな音がするのか、ちょっと今日スマホで撮ってるのでちょっと起きにくいですが、音、おお、これはすごいかも。あー、ええ音、めっちゃいい。すごい低音。日本のアップライトってね、できるだけグランドに近づけたいっていうその職人の思いがすごいんですよね。で、外国のねアップライトってね、まあ、はっきり言って、まあ、小さい、あの背の低いのもあるんですが、まあまあとりあえずアップライトはアップライトやしみたいな感じの作りのような気がするんですね。グランドに近づけようという意思を感じられないこんな言うとあかんけど、ただね、日本の場合は住宅事情でグランドを置きたくても置けないって方がめっちゃ多いので、アップライトだけどできるだけグランドに近づけたいというその、意欲を感じるんですね。だからもうこの重低音の鳴りとか中音のふくよかな響き、高音の伸びとか、本当にこのなんか、そういう気持ちを感じられるピアノですね。で、特に今ね、平成が終わろうとしてますこの時代にここまで凝ったピアノあんのかなと思ったりしまするんですね。まあ、かわいいヤマハでもね、最高級のモデルってありますが、まあ、ここまでこだわって、こだわるというか、ここまでのものを作っ
ってるかなって気もするんです。でこの時代のピアノは本当にバブリーというかバブルの前のねピアノですから、まあちょっと違いますね。本当に違いますよ。もうあの長年この業界にいてこの時代のピアノを狙った方がええんちゃうかなっていう気はするんですが、まああの私の動画は結構最近影響力があるらしいので、ちょっとこれ私の意見としてね、私の意見、他の意見もあると思うので、私の意見として、いやこれはいい、これはいいです。 US80 中古ではめったに出ません、まあ、そこそこ値段はしますが、いいピアノをね、まあ、1回買えば一生ものですから、いいピアノを長く使いたいって方はちょっとこれ狙った方がいいかなって気はしますね。これ動画出した瞬間に売れるん違うかな、どうでしょう。はい、ご希望の方はお知らせください。 US80 のご紹介でした。可愛いピアノですよ。それではさよなら。